ございます。白菜です、本日のお話は、大好きな人を大切に、無理なく自然な感謝が芽生える考え方というお話です。当たり前と思わず、同時に囚われないことが大事というお話ですね。好きな人ができた時に、最初のうちはね、なんか毎日のようにやり取りをしたくなりますし、それがすごく嬉しいし、幸せな気持ちが続きますよね。まあでも何ヶ月かすると、それも慣れてきて、まあ、そのやりとりに慣れてくるっていうよりは、お互いのその、なんだろう、気持ちに慣れてくると思う。最初の頃みたいに、お互いのことを好きっていうふうには言わなくなって、ずっと好きって言ってみたいな態度だと、相手からすると、いや、好きなの分かってるでしょ、信用されてないのかなとか、分かってるし好きだしっていう感じにもなるわけですよね。まあ、もちろん、たまにね、ここみたいなところで、こう言うのはね、いいと思いますし、それはそれで大事だと思うんですけれども、でも、まあ、付き合い始めの頃みたいに毎日毎日っていうのは、だんだんなくなっていく。まあ、でもそれが自然だと思います。でも同時に、どうせ好きでしょみたいな。そういう、なんだろう。相手が自分のことを好きっていうのが当たり前。自分以外の相手を好きになるなんてありえないみたいな、そういう考えになるのも違うわけですよ。結婚してたって当たり前じゃないと思います。まあ、ドライな言い方に聞こえるかもしれないですけど、結婚したら、制度上はね、一緒にいるのが当たり前。というふうにも思いますけど、相手には、別れる権利もあるわけですし、当たり前だと思って、ふざけんなって言っても、例えば自分が浮気しまくりだったりとか、極端な話ね。ギャンブルにハマって生活ボロボロみたいになれば、それは愛想つかされて終わりますよ。そんなもん。付き合って長いから、とか、夫婦だからっていう理由で、そばにいるのが当たり前って思ってしまったら、そこには感謝は生まれないし、感触が生まれないから、もう、なんだろう、当たり前だから、扱いが雑になるというかね。っていうのもあるし、でも同時に、この人がいなくなったら私はもう終わるみたいな、状態になると、それは相手に囚われてしまっている状態なので、それはそれで苦しくなってしまいますし、常に不安を抱えているような状態になると。ちょっと連絡がないだけで気になってしょうがなくなったり、浮気してるんじゃないかって疑ってしまったりね。その当たり前だと思ってしまうことと、囚われてしまうこと。真逆のようなんですけど、不健全という意味では同じなわけですよ。相手が自分を好きでいてくれることも、そばにいてくれることも、当たり前ではないわけですよね。同時に、自分から離れて他の人に行く自由も相手にはあるわけです。だから、お前は俺のそばにいなければいけないみたいな。そんなもんないわけですよ。常に自分を見ててほしいってね、付き合い始めの頃はともかく、しばらくすれば、当然相手にも、相手の人生があるっていうことがわかるわけですよね。まあわかるというか、思い出すかな。で、自分には自分の人生が、そのなんか友達の付き合いとかもあるし、仕事もあるしっていうところで、なんかいろいろあるじゃないですか。その人にはその人の人生、自分には自分の人生が、まあ、OSにあると。自分だけに全てを注いでほしいっていうのは、これはもう幼い子供だけの、幼い子供が親に対して思うことだけが許される、その幼い子供の特権みたいなもんですから、大人がそれをやっちゃうのはまずいわけですよね。それは大人の、愛情の求め方がないっていうか、大人の愛じゃないというか、そばにいてくれるのは当たり前じゃないというふうにわかるから、感謝の気持ちが自然と出てくるし、相手にも自由がある。っていう、その大人の愛情を持っているからこそ、相手を尊重できるし、自分も囚われずに苦しくならない。このバランスが最も大事で、まあバランス難しいかもしれないんですけど、これを知っておくだけでも、ふとした時に、バランスが崩れている自分に気づいて、まあちょっとなんかおかしくなってるなっていう風に気づいてね、持ち直すこともできるわけですよ。ただ感謝。相手に感謝するって言われたって、難しいですよ。それ。
感謝をする、した方がいいって言われたら、それ否定できないじゃないですか。確かにね、そういう、その、なんだろうな、その感謝っていうものが、すごくこう、まあ、大事なことではあるから、なんか、いや、しないよ、感謝だってって言ったら、なんか、それ、印象悪いですよね。とはいえ、感謝するって、した方がいいって言われても、じゃあ、した方がいいからするのかって、なんかそれも違うじゃないですか。でも、そばにいてくれるのは当たり前じゃない。ありがたいことだし、もしかしたら、もっといいなって思う相手がいたら、そっちに権利だった相手にあると。でも自分を選んでくれて、そして当然自分にも相手を選ぶ権利があるというふうに思うと、感謝の気持ちも自然に生まれてくるし、自分の気持ちが相手にとらわれなくなること、とらわれることがなくなって、相手の自由も尊重できるようになって、結果その方が、まあいい関係が続くと。お互い自由だけど一緒にいるっていうね。一人で生きていける二人が、それでも一緒にいるのが夫婦だと思うっていう、このティファニーの広告のね、コピーであるその言葉通りですね。お互い自由に、お互いを大事に。そんな関係が続けられるように、油断をしないようにということでね。今、大好きなね、パートナーがいるのであれば、ぜひ、大事にしてください。当たり前と思わず、こらわれず、ね。ということで、本日のお話は、大好きな人を大切に、無理なく自然な感謝が芽生える考え方というお話でした。では、今日も素敵な一日を。